は、えー、はいいおはようございますもう一つあのコンピューターネタなんですけどもこのところねせっせっせっせとメディアに記事書いては投稿してます。 えとチャット GPT に英訳手伝ってもらってもうほぼあの OK です、まあ、たまにちょっとあれ俺言ってること,と違うんだっていうのをちょっと部分的に直したりとかあ曖昧とこ直したりとか直してますけどチャット GPT は頼,頼れるやつですねえもう英訳は頼むなお前なって感じなんですけどもせっせと書いててえっ、ー、とこの間ゲーデルのゲーデル数化についてねあの書いたりとか あと数学の演習率の話だとかね TikTok2 ククなんてもこないあげたな、えー、これは何だっけ DNA と話とか、えー、とアインシュタインのこれがまだ、ね、まだ理解になかなか及ばなくて一般相対性理論の、えー、行動でなんかちょっとグラフィックス表示するみたいな話だとかそんなのをやってます。えっ、ー、とあの グリアムさんね何回も言ってますポール・グリアムさんが出てきてあのもうほとんどすたれかけたリスプットに再度光が当たった時期があったんですけどもあの方はあの実用プログラムの視点から解くからね結構狭いんですよねあの方の主張するリスプットっていうのがね。 えー、でマクロンとかでリスプってのはすごいんだって話に最後行き着くんだけれどももっとひ広く視野を広げると面白いのがいっぱいあるのになっていうのが私、えー、がせっせと書いてる理由でして、えー、とゲルス化なんていうのはゲルの不完全性定理の話それとリスプの持つ同時性とがつながるとこあるのねとかね。 あのそんなふうなところを幅広くいろいろとこうお伝えしていけばえとリスプに対してこう持ってるイメージももっと大きく広がってきていや単にマクロだけの言語じゃないんだカッコだけの言語じゃないんだっていうところが広く皆さんに知られていくと嬉しいなと思って英語でせっせいと書いていますえこの辺はあの私職業プロモじゃないので違う視点からいろいろと あの書けるんで私みたいなタイプもがせっせと書いてもいいんじゃないかなと思って <laughs>、えー、ます実用プログラム書いてる人たちはそもそもリスプ使おうという発想にはならないと思うんだけどもでも作るものがこう実用的な何かってとこにいっちゃうもんだから。 えー、まあ違う発想の私みたいなのがいろいろやってみるのもいいのかななんて思ってせっせとやっております。えー、こんな感じであの今のところいざるするバグの報告もないもんで、えー、と今まで書いてきたものとか考えてることをせっせせっせと英語で発信しようというふうなことでやっております。えー、元気報告でしたそれじゃあ